こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。3月16日、輸出サポート記事の解説動画です。まずですね、以前からちらほらあった質問なんですけど、たまたま立ち続けにですね、商品の写真が変更になっちゃったというのと、商品のタイトルが日本語になっちゃってる。それと、商品のカテゴリーが全然違くなっちゃってる。そういう質問を立て続けにいただきました。その傾向とですね、どういうふうな対策したらいいか、この動画で、あたわりさわりのない部分、それから、こちらのリンク先の記事の方でですね、会員さん向けに、あたりさわりあることも言ってる、実際の対応の記事、書きましたんで、ご確認ください。それと、Amazon 輸出やる際にですね、特に製薬価格等は調べずに、仕入れをしてます。それは、安い商品から始めてるんでね、大体慣れてきてから高額に移ってるんで、金額を見たときに、それが売れる金額かどうかっていうのはですね、なんとなく見当がつくと。で、怪しいなと思ったときにはご相談いただいて、私がチェックしてますし、あるいは、ご自分で、オークファンなり、eBay で、製薬価格をチェックしてるということをやってます。ただ、始めたてでね、資金がすごくある方、あるいは、ご家族ね、ご主人がやって儲けてるんで奥さんがやりたくなっちゃったとかね、奥さんが儲けてるんでご主人がやりたくなっちゃったという時はね、いきなり高いのを扱う傾向があることに気づきました。その場合ね、製薬価格をきちんと調べて、儲かる可能性がある、儲かったらいいなというよりも、どう転んでもこれは損をしないというものを買わないとね、いきなりこけるというケースがあるんで、高額商品を買うときの注意点をこちらの動画の方にまとめてあります。高額商品っていくら以上なのってことなんですけどね。大体売り値で100ドル以上。あるいはもっと安くてもですね、売れなかったらへこむ金額。ね、それを買うときには、この動画を見てきちんとチェックしてから買ってください。動画を見るのめんどくさかったら、高い商品買うときの注意点何ですかと聞いていただいてもいいです。それから、たまにちらほら、質問があるんですけど、確定申告の時ですね、為替はどう計算するのか。これね、本音と、それから、本音というかね、建前と、実際そんな面倒くさいことやれないよねというので、私がどうやったか、建前の方、こちらの動画で、実際どうやったか、知りたい方は、質問してください。税金に関してはね、税理士公認会計士弁護士以外が、アドバイスをできないという決まりになってますんで、実体験のやり方、私はこうやったよっていう、体験談しか話せませんけど、参考になれば、いいかなと思いまして、お答えしますんで、気になる方は聞いてください。それから、ライバルがね、増え方がどうもマークされてるんじゃないかという質問をいただきました。で、マークするようなツールは確かにあるんですけど、逆にマークしてですね、脅威になるような方はツールは使わないだろうと。ツールってのは結局ね、初心者の方が使いこなせるもんでもなく、上級者の方だったらツールを使うまでもなく、ツールが役立つのはですね、主にツールを販売する人が、役立つというぐらいのもんなんで、あまりツールを気にすることはないんですけど、今回はね、なかなかいやらしい機能のセドリアナライザーというですね、他の出品者の、様子を分析するというツールがありましたんで、その機能とですね、じゃあ実際、その対策をどうするかということを、動画の方でまとめさせていただきました。ご覧になってみてください。あとですね、Amazon はとうとう他の物販とは一段と違ったことをやり始めまして、航空機20機をリース。これ、航空機20機リースっていうのはですね、ほぼ、輸送会社ですね。FedEx なの、DHL なの、Amazon 専門の荷物を扱ってるってことを考えると、20機というのはすごい量です。そして、Amazon の世界中の倉庫を合わせるとですね、世界第3位の経済大国である日本のなんと8割の面積の物流倉庫をすでにアマゾンは持っているという、とんでもない規模なんですね。で、倉庫はある。で、今まではね、その飛行機、物流が、提携を叩くというしかなかったんですけど、今回自前で用意しましたんで、おそらく今年のホリデーシーズンは、
Amazon のその物流で、米国内をきちんと配送すると。ね。自己発送だとかなりしんどい形の、システムにするんじゃないかなという気がします。で、現在、アルゴリズムがですね、以前は FBA ならもうカート取れたというのが今、自己発送でも取れる人が出てきてます。これはおそらく、自己発送で価格を安くしていくという流れじゃなくて、逆にですね、自己発送でどれぐらい事故が起こるのか、それを見てですね、自己発生率が高いようだったら、やっぱりダメだねということでですね、Amazon 自前に切り替える前の念のためテストで、おそらく自己発送を優遇してるんじゃないかなと思います。まあ、自己発送が優遇というかですね、自己発送と FBA で比べた場合に、今まで FBA に下駄を履かせてた部分をなくしてると。ね、ミスがなければ自己発送でも、FBA でも同じ金額で、他の諸々のポイントが同じであれば、自己発送が勝つこともあるというようなアルゴリズムに変わってます。これは、なんかね、フォーラム、サポートフォーラムとか、あるいは情報発信者のブログ見てると、Amazon が価格競争でね、価格競争で、出品者を使って価格競争をやらしてるというふうに捉えてる方がいるようですけど、Amazon が考えてる小売業の制覇、世界中の小売業を制覇するときに、安いとこから買うという人だけを相手にしてるとですね、あんまり旨味がないですね。ですんで、安くなくても買う人を取り込むために、自前の物流を用意してると。で、自前の物流に完全に切り替える前にですね、自前の物流を優遇することで、どれぐらいの、ダメージが Amazon にあるのか、あるいはメリットしかないのか、それを見極めるためにですね、自己発送を優遇してるかなという気がします。まあ、そんなわけで、まあ、いずれにしてもですね、今年のホリデーシーズンは相当 Amazon が攻勢をかけてくるなという気がしますんで、このボーイング767-20機リストというこのビッグニュースはですね、Amazon 躍進のっていうかですね、放火を叩きのめす、一つのカードじゃないかなと思います。そして、まあ、Amazon がすごくなるんですけど、ただ、すごくなりすぎたところだけに頼るとですね、Amazon に切られたら全滅ということになりますんで、ある程度もう商品が見つかった方で、本業でやられている方、あるいは副業だけどね、時間が取れる方は、次の一手としてはですね、eBay と独自ショップ、これらを作っていくといいです。商品が見つかったらですね、販売チャンネルは増やした方が、値崩れの影響を受けにくいとか、あと Amazon の決定的な弱点としてですね、FBA は、実質アメリカしか使えないというのがありますので、他のアジア諸国なんかに売る場合は、やっぱり eBay を使った方がいいと、ね、いうのがありますので、余裕のある方、ぼちぼち eBay にも取り組んでください。で、こちらの eBay の登録方法です。それから、おそらく、効くであろうリミットアップの裏技が、見つけたというね、五分五分よりも分がいい感じで、これきっと、あまり気づいてる人少ない、一つの要素じゃないかなっていうのを見つけましたんで、その会員限定の、動画を用意してあります。それと、独自サイトのショップ比較という記事を用意してます。まあ、Amazon 輸出やっていく中でですね、まあ、eBay とか独自ショップサポートしてます。これね、はっきりサポートしてますっていうのね、言ってなかったんで、サポートしてくれるんですかと驚かれた方が多いんで、一応念を押しておきます。何にせよ、会社の皆さんがですね、稼ぎを増やすと、効率よく稼ぎを増やすというのに役立つことであれば、特段、ここからここは、サポートしませんということはないです。聞いてください。で、聞いていただいて、もし万が一、サポートできないことはこれこれの理由でサポートできませんというのをね、言いますんで、聞いていただくのはもう遠慮なく聞いていただいて結構です。で、少なくとも eBay と独自サイトの作り方、それから集客、トラブル、これらは全部サポートしますんで、取り組む方は、取り組んでください。これでシーズンのね、近くなっちゃうともう Amazon の納品で他のことやってる余裕がなくなっちゃうんでですね、eBay 独自ショップ、始めるんであれば、今3月ですけど、3月、4月、5月、6月ぐらいまで、ね、夏以降はもう、ホリデーシーズン用の商品探しと納品に、専念した方が、稼げますんで、新しいことを始めるのは今から3ヶ月というのがね、おすすめです。そんな形で、
今回はちょっといろいろとね、ご相談が多かったんで、サポート記事の動画、記事とも増えてますけど、チェックして、一通りチェックしてですね、気になることがあったら、実行する前に、ご質問、ご報告ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。